グッタ、本日のヨガセリオの歩行学は第3番目ということで、ノルウェー人のステイさんに日本とノルウェーの違いだったりお話をお伺いしています。本日はお子様の頃の思い出も含めて、どんな習い事が一般的だったかとか、子供に人気な職業、そういうのを聞いてみたいなと思います。ノルウェーの小さなお子さんって割とそういう森に行くとか、はいはいはい、山に行くとか、なんかそういうイメージなんですか？そういう感じで学ぶ。僕も結構外で遊んでましたけど、はい、家の方が好きだったかな。なるほどね。そこちょっと大きくなったらどういう職業になろうとか、そういうなんか夢とかその頃はあったんですか？そうですね、多分料理人になりたくて、僕はシェフになりたいですって言ってたんですけど、もう今は全然料理できないです。あ、そうなんだ。その時はシェフになれる。途中から変わってたんですか？はい、早い段階からエンジニアになりたかった。あ、何かをいじるのが、まあ、料理も、ね、作ったりまあそうです、ね、同じかそうか。なんかノルウェーのお子さんたちのなんか人気な職業とかっていうのはあるんですか？はい、日本だとなんか YouTuber とかし、公務員とか、ノルウェーではどんな感じ？昨年に結構行くと思うんですけど、サイコロです。サイコロです。うわぁ、やりたい子いた。結構います。心理カウンセラー。はい。それ何年生くらい？まあ、中学校から結構聞く話です。中学生で心理カウンセラー作る。あと、まあ、弁護士ももちろん。弁護士、はい。最近は多分プログラマー、IT の仕事したい人も結構。YouTuber は？YouTuber は、まあ、入ってるんじゃないですかね。ノルウェーも YouTube すごい人気ですから。女の子は同じか。そうですね、あんまり変わらないと思います。平等な国はあんまり、日本だとちょっと違った。そうですか、はい、でも公務員は絶対なりたくないと思います。そうか、日本はなんか公務員は一つの職業として取り上げられてるんですけど、内容は全然違うんじゃないですか。収入が安心するっていう感じ。はい、まあ、多分お子さんというよりは親とか、はい、そうですね、日本は強いかなと思うんですが、はい、じゃあ逆に小さな頃の人気の習い事とか、なんかそういうノルウェーならではの話を聞かせてください。ノルウェーは日本と違って学校での部活はないですね。一番人気なのは多分サッカー、あとは体操、最近すごく中でできますから、うん、あ、冬は寒いから、あの中でもできる、はい、逆にスキーはちょっと悲しいんですけど、人気差が下がっている。下がっている。意外あ、そうなんだ、ね、みんな心配してます。僕は日本でいわゆる帰宅部帰宅部、はい、言葉を知ってる。すごい。アイスホッケーに似てるバンディっていうスポーツがあるんですけど、それがノルウェーとスウェーデンで結構人気があって、それは小学校の時ちょっとだけあのお父さんの影響でやってました。あとはアーチェリー、アーチェリー、ね、3ヶ月ぐらいやってました。あと、まあ、そうですね、キックボクシングも少しだけやったことあります。僕のキックボクシングの場合は学校でやったんですけど、アーチェリーは習い事ができる複合施設みたいなところに行ってやってました。あ、あります。ありますか？ベースずっと弾いてました。あ、そうなんですね。結構僕のなんかノルウェーの方もそうなんですけど、メタル好きが多いんですね。そうですね、僕の友達の中も、うん、結構メタル好きは結構あります。はい、僕らって感じだとみんなプッシャウトしたくなるのメタルって意外と複雑なんですよね、あのジャンルが、はい、メタルは一つのジャンルじゃなくて、うん、サブジャンルが山ほどあります。ノルウェーのメタルはブラックメタルで、あのスウェーデンはベースメタルは、はい、あ、違うんですね。違います。これは今度またしっかりお伺いしたいなって思いました。ありがとうございます。ということで、本日はステインさんに小さな頃の思い出や見たいこと、ノルウェーの人気のやりたい職業などのお話を伺いました。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。
よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。そして質問などございましたら、下のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた、アブラーアブラー。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。 Be safe.